ジョゼフ・マゼロはアメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク州ラインベック出身。父親は舞台芸術学校を所有するジョゼフ・マゼロ・ジュニア。姉と弟が一人ずつおり、弟のジョン・マゼロは俳優として数本の映画に出演している。ルルド・セーボ、マリア高校、南カリフォルニア大学卒。幼児虐待をテーマにしたアンスピーカブル・アクスに出演し、5歳で、 テレビ映画デビューをした。ラジオフライヤーでは、弟とロックン・ルージュでは、姉と共演している。マゼロが最も注目されたのは、1993年の映画ジュラシック・パークのティム役及び、1995年の映画マイ・フレンド・フォーエバーのデクスター役である。2010年のテレビドラマザ・パシフィックでは、主人公の一人であるユージン・スレッチを演じている。 2018年公開の伝説のバンド、クイーンを描いた電気映画、ボヘミアン・ラプソディでは、ベーシストのジョン・ディーコン役を演じた。なお、同作品では、フレディ・マーキュリー役のラミ・マレックとは、2010年のテレビドラマ、ザ・パシフィック以来の共演となった。2019年の3月9日に、YouTube 公式チャンネル、ジョー・マゼ・ロイズ・ボードを設立し、YouTuber デビューを果たした。 ありがとうございます。